上原浩二、コスティング自動容認システムを作れ。元メジャーリーガーの上原浩二は、藤浪、吉田と千賀の移籍は大きく違う、ポスティング制度に全球団統一のルールをという記事を寄稿し持論を展開した。一部抜粋。例えば1軍登録日数が7、9シーズンに達した選手がポスティングを申請すれば、球団は自動的に応じるというような運用はできないだろうか。入団先の球団によって選手に不利が生じないようにと同時に、ソフトバンクのように海外 FA 権取得までは選手をポスティングにかけないという方針を貫いている球団が悪者扱いされないように、本当の意味での統一ルールが欠かせないのではないだろうか。巨人時代、ポスティングを訴えて上原はわがままと言われた身としてはいつもこの問題を考えている。選手の権利としての海外 FA があるんやからええやろ。ポスティングは球団の権利やん。7、9シーズンなら海外 FA でええやん。そんなに海外調整したいなら NPB 経由せずに直メジャー行けよ。略指名やろあんた。また何回言ってや、ホントガイアのポジで好き放題偉そうに上から目線言うなこいつ。認めない球団には恨み節炸裂させるけど、早くに行って成功した大谷には嫉妬する。面倒なやつやで。自分は巨人からポスティング容認してもらえなかった嫉妬からやろうな。そういう制約はあるの分かってプロ野球に入るじゃないの。エンゼルスからオファーあったんだから直接行けばよかった。自分で前例を作ってレジェンドになればよかった。巨人時代、ポスティングを訴えて上原はわがままと言われた身としてはいつもこの問題を考えている。ここが言いたいだけやろ。現役選手とかルール作りとかどうでもいいと。実際わがままやん。球団の権利やろ。ポスティングってそもそもイチローのために作られた制度やし。上原って逆指名時にサイドレターがあったような言い方してたけど、ポス容認が逆指名の条件にほんまに入ってたんかな。 NPB と NPB の協定でポスティングが成立したのが1998年で、上原のドラフト1998年だけど、 MLB に行きたくなったら自由契約にするとかやろ。管理人のつぶやき。確かにポスティングは球団の権利なのに自動的に応じるってのはちょっと意味がよくわからないですし、海外 FA 権との住み分けの点からも微妙ですね。FA の期間をもう少し短くして、アメリカのように宣言なしでの自由契約にして、メジャー球団含めた争奪戦でいいんじゃないですかね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。